シュラマル。トメコさん、こんにちは。さっきヨメコさんと一緒に歩いてませんでしたか？あれ？夏木さんもお出かけしてたの？そうなんですよ。でも、トメコさんとヨメコさんって本当に体のサイズ全然違いますよね。後ろから見て笑っちゃった。そうそう、うちの嫁子は小柄だからね。あの子が初めてうちに挨拶に来た日のことをよく覚えてるよ。緊張しておどおどしててね、小動物みたいで可愛いの。なんの、緊張してるからか、うちのお父さんが一発ギャグやりまくってね、夏なのにストーブ出そうかと思ったわ。ふーん、旦那さんのご両親にそんなに気使わせるんですね。ちょっとありえないかも。気なんか使ってない。ない、もう私もお父さんも嫁子が可愛くて可愛くて仕方ないんだから。でも今日も若い人向けのブランドでお買い物してましたよね。紙袋いっぱいだし、とめこさんの方がたくさん持ってたし。え、それは私のだけど。え、自分のものは自分で持つんだよ。もちろん嫁子はあんまり力がないからみんな手助けしたりはするけどね。今日は私、シミーズ買ったんだわ。シミーズ？何枚あっても困らないからね。嫁子にいろいろ選んでもらってね、若い人向けのブランドでもシンプルなものもあるって教えてもらってさ。まったくうちの嫁子は物知りで可愛いんだわ。でも私だったら考えられないですね。何が？だってお姑さんと一緒にお買い物に行くんでしょ。そんな時に自分のものも買うんですか？ちょっと嫁子さんってずうずうしいタイプなんですね。ガッハ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 、ずうずうしいって夏木さんじゃないんだからさ。は？嫁姑で買い物に行けるなんてね、本当に幸せなことだよ。最初は嫁子も気にしてあんまり買わなかったけど、最近じゃ楽しそうにしててくれるからね、私も見てて癒されるわ。今日もね、新しいワンピースが欲しいからってどっちの色がいいって聞いてくるんだよ。そんなうちの嫁子なんだから全部似合うに決まってるのにね。でもワンピースっていつ着るんですか？八百屋のお嫁さんだと着る機会もないと思いますけど。そりゃ一日中働いてるわけじゃないからね。とりあえず明日洗濯して、明後日はホームパーティーだからそこで着るらしいよ。楽しみだね。そうなんですね。でもとめこさんかわいそう。だってよめこさん結婚して2年経つんでしょ。なのに授からないんですものね。こればっかりは授かりものだからね。でもよめこが娘になってくれただけで大満足だし、孫は見れたらいいかなくらいだわ。もうそのくらいよめこがかわいいんだよ。まったく、なんであんなにかわいいんだろうね。でも跡取りがいないと困りません？うちはほらちゃんと男の子がいるから。うちみたいなしがない八百屋に跡取りも何もないわ。息子夫婦が手伝ってくれてるんだから、それだけで大感謝よ。なんといっても可愛い娘と働けるんだから、うちの息子はでっかした、最高の親孝行だよ。ふーん。私の名前はトメコ。商店街で八百屋をやってるんだよ。2年前に息子が結婚したんだけどね、その嫁がまあ可愛くて可愛くて、小さくてね、妖精みたいで本当に可愛いんだ。これがさ、もう食べちゃいたいくらいに。あ、食べたらダメか。夏木さんは最近近所に引っ越してきた人なんだけど、なんかちょっとツンツンしてるんだよ。そんなイライラせずに楽しく過ごせばいいのにね。ほれ、うちの嫁子なんか毎日ニコニコしててね、周りも幸せな気持ちになるもんだよ。でもね、ホームパーティーであることが起きたんだ。頼んでもないのに高級デリバリーが20人前も届いたんだよ。嫁子さん、こんにちは。今頃高級デリバリー楽しんでる？夏木さん、やっぱりあなただったんですね。あちこちからピザやらお寿司やらいろいろ届いて、どうしていつもこんなことするんですか？いつも姑と仲良しアピールうざいのよ。おまけに一緒に買い物に行って、そこで買った服着てホームパーティー？本当にありえない。
あんたのせいでお姑さんに迷惑がかかるんだよ。高級デリバリー20人前の支払い頑張ってね。義母は大喜びしていますよ。え？だから今日はホームパーティーって言いましたよね。最初は頼んでないからってことで戸惑いはしましたけど、どれもいいお店ばかりですから、今は大喜びで食べてますよ。でも20人前だよ。普通のホームパーティーなんかで食べきれるわけないじゃん。今日は30人ほど来てますので。はあ？普通の家でそんなことできるわけないじゃん。そっか、夏希さんってお店は知ってるけど我が家は知らないんですよね。な、何よ。うち二世帯住宅なんですけど、リビングの仕切りは取り外すことができるんですよ。そうするとすごく広くなるし、お庭もあるので全然余裕なんです。何よ、ふざけるな。二世帯住宅、広い家、あんたばっかりふざけるな。私に嫉妬するのは結構ですけど、迷惑行為はやめてくださいね。うるさい。いや、びっくりしちゃったよ。どうやら夏希さんの嫌がらせだったみたいだね。まあたくさん人を呼んでいたし、みんなで美味しくいただいたよ。こんなことして何になるんだろうね。まったく無駄なことだよ。あんた夫に言ったわね。20人分の高級デリバリー分全てお支払いいただきました。あんたら食べたくせにせこいのよ。たまたま人がいたからよかったけれど、目的は嫌がらせだったんだから。それにあなたとの LINE のやり取りも全てお見せしました。何よ、あんた地味女のくせに生意気なのよ。私の見た目が地味かどうかなんて、ただのご近所さんである夏希さんには全く関係のない話ですよ。というか嫉妬ですよね。え？私と義母が仲いいのに嫉妬してたんでしょ。あなた以前白丸市に住んでましたよね。は？なんで知ってるのよ。私結婚する前は白丸市で働いていたんです。で、最近嫁姑トラブルで揉めて引っ越していった人がいるって聞いたけど、特徴的に夏希さんだろうなと思って。何よ、だから何？あんたみたいな地味なブスがお姑さんに可愛がられてばっかみたい。私みたいな美人の方が可愛がられるべきなのに。そういうところじゃないですか。ムカつく、ムカつく。離婚させてください。あれ、どうしたんだい。嫁子と息子さんを離婚させてください。それで私がとめ子さんの嫁になる。そりゃあダメだね。なんで、うちの嫁なのは嫁子だけだよ。どうして私はダメなの。ちょっと聞いたわよ、お姑さんにいろいろやられてきたんだって。とめ子さんにはわかりませんよね。お嫁さんと幸せそうに楽しく歩いていて、きっとそうやって自分もお姑さんに可愛がられてきたんでしょう。まさか、うちは一通りやられたよ。え？妊娠中に海鮮物アレルギーだって言ったら、それを無理やり食べさせようとするしね。なんか化け物みたいな顔の手作り人形を送ってきたりさ。私にも辛い時期はあったのさ。夫も最初はよく分かってなくてね、寝てる間に髪の毛一本ずつ引き抜いてやろうかと思ったこともあったよ。まあそんなことしなくても勝手にハゲたんだけどね。最近気にしちゃって育毛剤買ってるんだよ。まったく可愛いだろ。は？じゃあなんで嫁子さんをいじめないの。普通みんなやられたらやるんでしょ。うちの姑も言ってましたよ、これは伝統だからって。そりゃ暇なんでしょ。暇だからさ、やられた気持ちが消化できないんだろうね。それにさ、うちの嫁子いじめて、それで夏希さんは気持ちがすっきりするの？しないでしょ。それはだってずるいじゃないですか。私が嫁いでたら嫁子さんみたいに可愛がってもらえてたかもしれないんですよ。それは違うよ。私は自分の嫁だから可愛いんじゃなくて、嫁子だから可愛いんだよ。それとね、本人が伝えていいって言うから伝えるけど、嫁子は施設育ちで苦労してきたんだ。それは知らなかったです。でもそれが何だって、嫁子は明るく生きてるんだよ。誰のことも恨まずに、やられたことは辛いことだ、でもそれを他の人にぶつけてる夏希さんと、前を向いて明るく生きてるうちの嫁子、どっちが幸せに見える。嫁子さん、
でもね、夏木さんだってまだ若い。これからいくらでも幸せになれるじゃないか。人のことを気にしてる場合じゃないよ。人生長くて短いんだ。ぼーっとしてるとすぐに私みたいに年取るよ。いいことが返ってくるように頑張んな。ごめんなさい、ごめんなさい。その後、夏木さんは離婚したよ。結局旦那さんは母親をかばったんだと。離婚してからしばらくしてうちに謝罪に来たんだけど、まあ晴れやかな顔してたね。夏木さんはやっちゃいけないこともやったけど、みんな事情なんていくらでもあるもんだ。これからの彼女の人生が少しでも楽しく軽いものになっていくといいね。ちなみに夏木さんの元姑だけど、転んで骨折、でも誰も助けてくれなくて寂しい人生を送っているみたいだよ。因果応報ってやつは怖いね。私は毎日家族で楽しく暮らしているよ。何気ないこういう日々の生活こそが幸せそのものだと気づかされたね。シュラマル。ねえ、サナさん見たんだけど、あなた駅前の手芸店にいなかった？いつも変な服ばっかり着てるけど、お金がないから自分で手作りしてるのかしら？貧乏人ってかわいそう。あ、それかわいそう。あ、ちゃんちゃかちゃん。無知な方ですね。は？布って結構高いんですよ。普通にセールの洋服買った方が安いんですけど、そんなこともご存じないんですか？かわいそうな方ですね。わなわなわな。何その交換面白い。うるさいわね、この貧乏人。そもそも鈴子さんの家だって大した家じゃないでしょ。ごくごく普通の家ですよね。あなたなんて失礼なこと言うの。人のことを勝手に貧乏だって言うのはいいんですか。自分は良くて人はダメだとか、そういうわけのわからない理屈はダメですからね。そのまままるっとお返ししますよ。てか、うちの家も鈴子さんの家も見た感じグレード変わらないでしょう。それとも何か違うものでも見えてるんですか。うん、私知ってるのよ。サナさんバイト始めたでしょう。まだ20代のくせに専業主婦だなんて生意気だと思ってたのよ。でもついに生活が厳しくなったのね。え、私どこで働いてることになってるんですか。登場人物側が勝手に設定付け加えないでくださいよ。は？登場人物？いや、なんというか画面の前の皆さんならお分かりになると思いますけど。ねえ、おお、めたいめたい。何わけのわかんないこと言ってるのよ。だってめんどくさいんですよ。毎度毎度鈴子さんのお話は本当に意味不明なんですよね。あんたって本当に生意気。でもほら、バイトを始めたなら有効活用してあげようと思ってね。いや、私バイトしてないんですけど。恥ずかしがらなくてもいいわ。あなたの生活が苦しいのはわかってるから。いや、何もわかってないじゃんか。そもそも私在宅ワークしてるので専業主婦じゃないですよ。ああ、知ってる知ってる。最近ほらみんなポイ活だのウェル活だのしてるもんね。でも知ってる？そういうのは働いているとは言わないのよ。いや、そうじゃなくてポイントとか集めてないし。あの、鈴子さんって脳がないとか言われたことありません？ここまで話が通じないって意味不明なんですけど。全部あんたが隠してるのが悪いんでしょ。とにかくあんたのバイト利用させてもらうから。ランララララ。春だな。私の名前はサナ、27歳の兼業主婦です。鈴子さんは子供同士が仲のいいママさんなんですけど、まあ当たりがきついんですよね。というか、こういう連絡をしてくるって暇ですよね。こんなことする時間があるなら、働くなり家事するなりポテチ食べて昼寝でもしてればいいのにね。面倒だから早く子供同士が離れてくれればな、なんて思っていたら、ある日鈴子さんからとんでもない連絡が。その連絡で彼女がわけのわからない勘違いをしてることがわかりました。いやー、本当にわけがわからないよ。いやー、満腹だわ。あのね、私の LINE は鈴子さんの日記帳じゃないんですよ。いちいち連絡してこないでくださいよ。子供同士に関わることだけにしてください。じゃあ今必要ね。え？うちの子もたくさん食べたのよ。はあ。親戚一同30人で高級中華食べ尽くしたから、
バイトしてるあなたに60万支払ってもらうわ。私バイトしてないですよ。え？そうやって逃げようとしても無駄。ほら払わないとお店に迷惑がかかって辞めさせられちゃうよ。もしかして勘違いしてるの？私何度かその店に行ってるけど、ただ食事しに行ってただけですよ。そんなわけないでしょ。ここは高級中華なのよ。あなたが3日連続で入っていくの見たんだから。だから3日連続で食べに行ってたんですってば。そこの麻婆豆腐最高に美味しくてハマってたんですよね。え？でもディナータイムに見かけたのよ。このお店一番安いコースでも1万円するのよ。それが払えるくらいの生活力なんですよ。お分かりいただけます？だってサナさん一人で行ってたじゃない。普通食べに行くなら家族で行くでしょ。3連休夫は子供連れて実家に遊びに行ってたんですよ。私は日中仕事もあって忙しかったのでこっちに残ったんです。その分夜に大好きな麻婆豆腐を満喫したんですよ。仕事？ああもう面倒だから言いますけど、私ハンドメイド作家なんですよ。普通にサラリーマンの平均年収以上は稼いでますよ。そんなの聞いたことないわよ。なんで今まで黙ってたの？ありえない。くれくれが出てくるから黙ってただけっす。はあ？じゃあここの支払いどうするのよ。てかさ、もし私が働いていたとしてもそこにたかりに来るってどういう神経してんの？業務妨害すると捕まるよ。ちょっと私ここの支払いタダだって言って親戚を連れてきたのよ。世界中どこ探してもこんな状況でタダになる店なんてないから。あじゃあ麻婆豆腐の試作してるからバイバイ。ちょっとあんた常連なんでしょ？負けてもらってよ。お願い何とかして。ちょっと、いやアホな人だなと思っていましたが、正直ここまでとは。今までどんな人生を送ってきたのか、鈴子さんの人生スライドショーを希望したいくらい。あ、でもすぐ飽きそうだから、ピンポイントで10分くらいでまとめてくれる編集者さんいないかな。いないよな。しかし麻婆豆腐がきっかけでこんなことになるとはね。ちなみにこのお店はいろんな飲食店を展開している会社が経営しています。そのため株主優待券があるんですよね。実は今回仕事で義実家に行けなかった私に、義母がせめていいもの食べなさいと優待券をくれたので、3日間無料で高級中華を堪能することができたんです。いや頭が上がらねえですだ。私のバーキンが、クレジットカードリボ払いで頑張って買ったのに、ありえない。は？何の話？バーキンの話よ。今まで何個も買い集めてきたのに、高級中華の代金を支払うために売り払ったんだから、それでも足りないなんてどういうことよ。うわ、というかリボ払いで買ってたの？あ、何？サナさんってクレジットカードとか持ってないけ？審査とか落ちちゃったけ？いや、カードは持ってるけど、あえてこれ以上言わないでおくわ。とにかく私がこうなったのもサナさんにも責任があるわ。だから慰謝料含めて100万払いなさい。どんだけ、ちょ、ほんとお腹痛い。ちょ、何よあんた。ねえ鈴子さんって普段どういう食生活してるんですか？は？どういう意味よ。どういう食生活したらこういう思考回路になるのかなと思って。お腹痛い。何をバカにしていいの？ママ友にこのこと言うわよ。親戚と大喧嘩して大乱闘になって警察呼ばれたこと話すんですか？いや私だったらそんな恥ずかしいこと自分から言うなんて考えられないんですわ。ほほほほ、鈴子さんってチャレンジャー。なんであんたがそんなこと知ってるのよ。だって駅前のお店ですよ。おまけに大騒ぎしてたんだもの。野獣馬も相当いたんじゃないですか。もうあちこちのグループラインでこの話題が出回ってますよ。え？それとなんかニュースになってるみたいですよ。鈴子さんがエビチリ頭からかぶって大暴れしてる映像が拡散されてます。ギャー、モザイクかかってるけど、これ私たちは見たら鈴子さんだってわかりますよね。消してよ。私には無理です。いや
その後の鈴子さんですが、家に引きこもって仕事をしたり、麻婆豆腐の試作をしていたら、いつの間にか消えていました。他のママ友に聞いたところ、どうやらご主人と離婚。そのまま実家に戻ったみたいですが、待っているのはあの時便乗した香ばしい親戚たち。あちこちからつつかれて大変な思いをしているみたいです。最後に普段どんな食生活をしているのかだけ聞いておけばよかったかな。まあいいか。さて今日は久しぶりにあの麻婆豆腐を食べに行こうかな。今度は家族みんなでね。シュラマル、私海鮮好きだから。え、ああそうなんですね。確かリエさんって北海道の出身よね。やっぱり海鮮って美味しいのかしら。そうですね。というか食べ物が全般的に美味しいですね。あとは北海道産のものがすごく多いですよ。コンビニもスーパーも北海道産って書いてあるものばかりです。ふーん、いいわね、北海道の美味しい海鮮。それならご実家からも届くでしょ。もうたまに届くことはありますけど、そこまででもないですよ。私ね、とにかく海鮮が好きなのよ。お刺身や煮魚とかも好きなんだけどね、特に好きなのがバーベキューなの。プリップリの大きなエビとかいろいろ用意してもらってね。あとはびっくりするほど大きなホッケとか、そういうバーベキューに参加したことがあるんだけど、最高に美味しかったわ。わかります、海鮮系のバーベキューも美味しいですよね。そうなの、また参加したいわ。そうなんですね。あ、すみません、今料理中なのでまた今度。ちょっと待ちなさいよ。はい。私知ってるのよ、あなた仲良しのママ友と海鮮バーベキューやるんでしょ。話しているところが聞こえてきたの。バーベキューもできる広場で女だけ集まって飲んだり食べたりするって。ええ、まあそうですけど。この話の流れでどうして私を誘わないのよ。え、あ、誘ってほしいってことだったんですね。別に誘ってほしいわけじゃないわ。でもあなたたちは海鮮バーベキューをやるんでしょ。そして私は海鮮が好きなんだから、それなら普通誘うでしょうが。いや、実は今回の集まりってちょっと特殊なんですよ。はあ？今回集まるのって実は学生時代からの友人なんです。3人でやるんですけど、みんな中学、高校、大学とずっと一緒だったメンバーなんですよね。普通のママ友との集まりとはちょっと違うので、他の人は誘ってないんです。でも私は誘うべきよ。え？なんで？なんでって、あなたそんなこともわからないの？いや、むしろこんなのわかる人いないと思いますけど。だって私は海鮮が好きなのよ。今ででーん的な効果音が聞こえた気がしました。海鮮が好きならご自分でやればいいじゃないですか、ご家族と。いやよ、それにリエさんが参加するならきっと北海道産の食材が多いはずよ。そんなことないですよ。それに知ってます？ネットで調べると海鮮バーベキュー向けのセットとかも売ってますよ。そういうのをお取り寄せしてみたらどうですか？はあ？お金かかるじゃないの。リエさんのバーベキューに参加すればタダでしょ。会費2万円ですよ。何それ、ぼったくり。年に一度親友が集まって開催するバーベキューですからね。みんなお酒もたくさん飲むし、場所の使用料とかもありますから。じゃあ私はお酒飲まないからタダでいいでしょ。どのみちいつものメンバー以外は誘わないのでダメです。ふん、絶対に諦めないわよ。私の名前はリエ、25歳の兼業主婦で北海道から東京に出てきました。奇跡的に中学、高校、大学と全て一緒だった友人が2人おり、将来的な子供の学区まで一緒。ママ友というよりは幼馴染という感覚が強いです。そんな仲間たちと地元北海道を中心に高級な海鮮を集めてバーベキューを予定していたのですが、それをズーズーしいママ友のかなえさんに知られてしまいました。どうしようかな、面倒なことにならないかなと思い、当日は警戒していたのですが、斜め上の結末にさすがに笑ってしまいました。やっぱり海鮮って最高だわ。海の幸って最高。私人魚になりたい。人魚が海鮮を食べるというのはちょっとまずいのでは。美味しけりゃ何でもいいのよ。
もう一人で10人前くらい食べたかな。ところであなたたちどこにいるの？山梨ですけど。え？山梨で海鮮バーベキューを楽しんでいますよ。かなえさんもやってたんですね。ちょっとあれじゃないの？ほら、河川敷のキャンプできるところ。いいえ、山梨に知人の別荘があるんです。そこをお借りしてお庭でバーベキューしていますよ。周りには家もないし、静かで本当に最高です。じゃあ私が食べてるのは？はぁ？リエさんたちのバーベキューだと思って食べちゃったんだけど。ちょっとそれまずくないですか？だって高級そうな海鮮が並んでたんだもの。それ他の人のバーベキューですよ。近くに誰かいないんですか？近くに寝てる男性がいるけど。その人もしかして場所取りの人じゃ。今日はこれからの時間結構混雑すると思いますし。とりあえず逃げるわ。いや、逃げるのはまずくないですか？ちゃんと謝罪しないと。間違えてしまいましたって言ってお金払った方がいいですよ。だって私一人で10人前は食べたのよ。それに財布持ってないし。はあ？てか財布も持たないで私たちのバーベキューに便乗しようとしてたんですか？最低なんですけど。別にそのくらいいいでしょう、ケチね。とにかく私は逃げるわよ。いや、ずうずうしい人だとは思っていましたが、まさかここまでとは。私たちは3人で大笑い。その後は通知を切って美味しい海鮮バーベキューを堪能しました。そして別荘をお借りして、その日はゆっくりお泊まりすることに。素敵な別荘が借りられたこと、美味しい食事ができたこと、義母が子供を見ていてくれているありがたさ、嬉しい気持ちがいっぱいで幸せに眠ることができました。そして起きて LINE を見てみたら、すごい数の通知が。やばいやばいやばい、今車の陰に隠れてるんだけど、どう考えても矢のつく職業の人たちが来てるわ。おまけにあの寝てた人がどういうことだって怒られてるし、それにね、他のバーベキュー客にいろいろ聞き込み始めちゃって、オレンジ色の服着たでかいおばさんが食べてたなんてチクりやがったのよ、あのガキ。まったく失礼よね。親はどういうしつけしてるのかしら。でもどうしよう、位置的に出て行ったら見られちゃう場所なのよ、ここ。てかなんかこっちに来てるような。あんぎゃー、矢のつく人。私も見た覚えがあります。みんながたいのいい怖そうな人ばかりの集団がバーベキュー好きらしく、結構笑われるんですよね。それもあって私は近くではバーベキューをやらなくなっていたんです。あの集団だとしたら、かなえさんどんな目に遭わされたんだろう。そう思いつつ帰ってきたら意外な展開になっていました。解体工事現場のお手伝いですか？そうなの。私が食べた海鮮ってなんだかすごく高いものらしくて、支払えないって言ったら、じゃあ手伝いやゴラってされたのよ。重いし汚いしきついし、もうありえないくらい大変なんだから、しく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 って。まあ警察呼ばれてないだけ良かったんじゃないですか？そんなわけないでしょ、駅前で解体工事やってるのよ。人がたくさん通るところだから、ママ友やその旦那さんとかにもバレないかヒヤヒヤしてるの。みんなにバレないように変装するの大変なんだから。駅前ってあの大きな商業施設ですか？確か半年くらい前に老朽化がひどいからってことで閉店したところがありましたよね。そうよ。なるほど、そういうことですか。何？いえいえ、かなえさん大変だなって。ねえ、かわいそうだと思うでしょ。その人たちにリエさんお金払ってくれない？うちはもう次のお給料日までお金ないのよ。そんなことしていいんですか？矢のつくお仕事の方なんですよね。そういう仁義を書いたことをしたらどうなっちゃうんでしょう。どうなるって言うのよ。かなえさんの指が。指がこれ以上は恐ろしくって言えません。いやー。こうしてせっせと働くことになったかなえさんですが、どうやら矢のつく職業の方ではなく普通に解体業者さんだったみたいです。というのも、うちの夫の知り合いが働いているので、
解体に入るという話を聞いていたんです。でもまあ、かなえさんは気づいていないみたいなので、このまま黙っておこうかな。あ、ちなみにご近所さんには、もうかなえさんがしたことはバレてますよ。ママ友ネットワークを舐めちゃいかんのです。私たちはまた来年の集まりは何をしようか検討中。ずっと変わらない素敵な友情に乾杯です。シュラマル。はるなさん、こんにちは。ねえねえ、さっきはるなさん見かけたんですけど、なんかすごいたくさん買い物してませんでした？リオさん、こんにちは。そうなの、駅前のスーパーがセールだったからさ、3袋くらい買っちゃったわ。3袋？やばい！冷凍とかして1ヶ月くらいで食べるんですか？いや、3日くらいでなくなるかな。え？ちょっとだって春菜さんって旦那さんと4歳の子供で3人暮らしですよね。どんだけ食べるの？フードファイターかよ。その通り、私体型の通りでめちゃくちゃ食べるんだよね。周りからもよくフードファイターだって言われるの。まあ確かに春菜さんっておデブですよね。かっこいい旦那さんと可愛い子供がいるとはちょっと思えなかった。でもおデブだけど、そこまで大量に食べるほどには見えませんでしたけど。ああ、私ちょっと変わった体質でね、異常に消化が早いタイプの大食いなのよ。でもさすがに食べ過ぎてるから体はデブデブよ。いや、顔文字おかしいでしょ。なんか前からめちゃくちゃ買ってるなと思ってたんですけど、そうだったんですね。この間もコストコでめっちゃ買ってましたよね。あれも3日くらいでペロリよ。やば。ってことはこまめにコストコ行ってるんですか？週に3回くらいは行くかな。ほら、すぐ近くだし。すっごい。ねえねえ、じゃあ私も連れて行ってもらえませんか？私ここに引っ越してきて1年くらい経つんですけど、まだ行ったことないんですよね。何も買わないならいいけど。は？え？それひどくないですか？だってコストコ行ったらお買い物したくなるものでしょ？いや、だってリオさん、アイナちゃんママとか翔くんママたちと揉めてたじゃん。スーパーで1個だけだから一緒に会計してってお願いして、結局支払わないって聞いたよ。そんなの嘘です。あの二人私のこといじめてるんですよ。私は実際にその場にいたわけじゃないからわからないけど、揉めたのは本当のことだよね。二人が私をはめようとしてるだけですって。二人以外にも同じことを言ってる人いるし、別々のママ友グループにいる人が言ってるわけだからね。信憑性は高いと思ってるよ。でも私自身がされたわけじゃないからさ。だからお買い物しないで一緒についてくってことなら、ひとまず OK だよってこと。ああ、もうわかりましたよ。見学ってことで、これなら連れて行ってもらえますか？うん、それならいいよ。私の名前は春菜。趣味と特技は大食いの33歳です。もともとすごく食べるのに、そこまで太らない体質で、心配した親が病院に連れて行ってくれました。私の場合は、体があまり栄養を吸収できずに、どんどん消化してしまうタイプ。まあ、年を重ねた今では、さすがにぽっちゃりしてきたんですけどね。リオさんは正直あまり良くない噂があるママ友です。ただ私は何でも自分の目で見て判断したいタイプ。そこで買い物はしないと条件はつけて、一緒にコストコに行くことにしました。案の定やっぱり買い物したいと言い出し、断ると泣き出したので、結局買い物することに。まあ想定内だけどね。春菜さん、今日は急に帰っちゃってごめんね。いやいや、仕方ないよ。体調を崩すのは誰にでもあることだから気にしないで。優しい。じゃあお見舞いってことでいいですよね。はあ？私の分まで支払ってくれてありがとうってこと。今から取りに行くけど、これはおごりですよね。あ、全部食べたよ。え？リオさんが買ったやつ全部食べたよ。はあ？私が買ったのって、チョコレート&プラリネタルト、ファミリーチラシ寿司、あとはシーフードアヒージョだね。え？食べた？え？いや、美味しかったわ。プラリネタルト初めて食べたんだけどさ、これは今後もリピートするお味だね。これを牛乳飲みながら食べるの最高だったわ。え？みんなで食べたの？嘘！私一人だけど。たった2時間で完食してんじゃないわよ。
大学時代はデカ盛りメニューの店で賞金稼ぎしてたのよ。こんなの2時間どころか一瞬でなくなったよ。てか、私が買ったものじゃない。じゃあお金払って。それならすぐに買ってきてあげるよ。どうせお店目の前だし。いや、それはお見舞いというか。てか、リオさんが買ったものじゃないよね。リオさんが選んだけど、お金は私が払ったんだから、所有権があるなら私でしょ。しかもタダでもらおうとしてたよね。こんなことだと思ったよ。わかりやすくて笑っちゃう。あんた私のこと騙したのね。もう許せない。あんたのしたことみんなに全部暴露してやるから。あー、おかしい。もちろん本当にリオさんがお金を払ってくれるならすぐコストコに行って同じ商品を買ってくるつもりでした。でも最初からその気はなかったみたい。私なら騙せると思ったのかもしれないけど、私はちゃんと自分の目で見て確認したかっただけ。こうして自分の思い通りにならなかったリオさんはいろいろと言いふらしていたみたいですが、いろいろな噂がある人ですからね。誰も相手にしません。そのうち、あのデブが私の冷蔵庫にあるもの全部食べたとか嘘までついて怒っていましたが、ママ友からは、え？冷蔵庫は食べられなかったの？と軽くあしらわれていました。いや、いくら私でも家電は食べない。もう最悪。なんでみんな春菜さんの味方なの？どうして誰も私の味方してくれないの？あのさ、私気になってたことがあるんだけど。何ですか？なんでいつも人にたかろうとするわけ？それでちょっとだけ食費が浮いたとしても人間関係は最悪じゃん。それにみんなに警戒されてすぐにできなくなるでしょ。知らないわよそんなの。あんたみたいな大食い女に言われたくない。セコケチって理由がないんだね。セコケチですって。ちょっと春菜さん、さすがに失礼すぎるんじゃないの。セコでケチ、リオさんにぴったりの言葉だと思うけど。私傷ついたので慰謝料ください。来たは？いや、まとめサイトとかで見るセコケチってすぐ慰謝料って言うから。いや、すごいね、本当に言うんだね。私今までセコい人とかケチな人は結構見てきたけどさ、こういうセコケチって初めて見たからびっくりよ。誰がセコケチよ。いいの、慰謝料請求してやるから。できるならやればいいけど、そもそも自分でちゃんとできるの？弁護士にお願いするにしても、セコケチのリオさんがそんなお金出せるの？だから私はセコケチじゃないって。セコケチじゃないなら他の人に出させたお金ちゃんと返したら？ああ、そうそう、私はちょっとしたお菓子とかの被害しか聞いてなかったんだけどさ、どうやら気の弱いママにはもっと高いものを買わせてたみたいじゃん。旦那さんが弁護士の知り合いいるらしくて、リオさんを訴えるとか言ってるみたいだよ。それだけは困るわ。じゃあしっかりお金を返して謝罪するしかないよね。でもそんなお金ないもん。いや、セコケチなのに貯金ないの？どうなってんのよ。私は好きなものにお金を使うタイプなんです。ああ、なるほど、そういうタイプのセコケチさんね。メモメモ。もうムカつく。というか、普通にみんなといい関係を築いていた方がいろいろと恩恵はあると思うよ。もちろん恩恵目当てにしたらバレちゃうとは思うけどさ、リオさんのやり方は誰も喜ばないよね。もちろんリオさんも。ムカつく。わかりました、私も食べまくってやるから。え、どういう怒り方？その後、リオさんはあちこちに私の悪口を言いまくるも相手にされず、なぜか私も太ればみんなに認めてもらえると変な感じで方向転換。ありとあらゆるものを食べ尽くし、今では体重3桁を突破していました。さすがにおかしいと思ったご主人に問い詰められ、逆切れしながら全てを自白。結局離婚して、今では遠い親戚のところで農業を手伝っているみたいです。たくさん働いて健康的な体を取り戻してね。私はというと、正直ちょっとこうなることを予想してあえて行動したので、ちょっと意地悪だったかなと少し反省していました。でも周りのママが、痛い目に遭わないとわからないからと、グッジョブしてくれてよかったです。お礼に食べ物のお裾分けもたくさんもらったので、
せっせと消費してます。シュラマル、ごわ、ちょっと人のトークルームで鼻息詰まらせるのやめてくださいよ。どういうメカニズムなんだ。ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃって。あのね、私今日動物園でサキさんを見かけたのよ。え、ああそうですね、私動物園で働いているので。うんが、素晴らしい。私ね、動物が大好きなのよ。なぜかしら、動物を見ると心が落ち着くのよね。なんていうのかしら、親近感を感じるというか。ちなみに一番親近感を感じる動物といえば。うんが、ゴリラやチンパンジーね。そうですか。すみません、私これから夕食の支度があるので。あ、いけない、そう用事があるんだったわ。私に何かご用ですか？今日ね、ちょっと聞こえてきちゃったの。ホテルビュッフェに行くんでしょ？私、食べ放題が好きなのよ。大好きなのよ。夢よね、嬉しいわよね。何でも食べられるんだもの。でも原価を考えると、お肉やお寿司よりも野菜の方がお得って聞いて、ついサラダも食べちゃうのだわ。うんが。そうですか。そうなの。だからそのホテルビュッフェに私も連れて行ってほしいの。しかも結構お得なお値段だって聞いたし。まあ確かに今回のビュッフェはいつもよりお得ですね。でも私は今回仲良しのママ友と行く約束をしているんです。なのでごめんなさい。うがが。でもほら、一緒に行くだけでもいいのよ。そう言われましても。お願い、ほら私の漬物あげるから。私も漬けてるので結構です。じゃあゴリラのモノマネしてあげるわ。それはもうお腹いっぱいなので。ほら、ホテルの食べ放題さなんて行ったことねえだよ。絶対に食べ放題さ行きてえだよ。急になまってもダメです。だってせっかくお安く食べ放題ができるチャンスなのに。それならほら、親戚と一緒に行くとか、他のお友達を誘うとか。うんが？そうね、親戚がいるじゃないの。そうね、親戚付き合いとしても行くのは悪くないわね。それはそれで楽しいと思いますよ。さきさんは何時頃に行く予定なの？私たちは特に時間は決めていないですよ。でもお仕事してるから多分夕方になるわよね。これ平日限定みたいだし。え？平日限定なんですか？うんが！イエスってことですか？ああ、だんだんと鼻息の通訳ができている自分が嫌だ。ね、絶対に一緒に行きたい。嫌です。お願い。いや。もう照れちゃって。うんが。憂鬱だわ。私の名前はサキ。動物園の中にある売店で働いている31歳の兼業主婦です。信代さんは半年くらい前に引っ越してきたママさんなのですが、まあキャラが濃い。初めて話した時にはその鼻息の強さに吹き飛ばされそうになったほどです。明るくて楽しい人ではあるのですが、彼女と話しているとぐったり疲れてしまうんです。そのため最近は避けるようにしていたのですが、彼女とんでもないことをやらかしてしまいました。さきさん、もう帰っちゃったの？ええ、私たちはもうお腹いっぱいなので。信代さん、ご親戚と一緒だったんですね。そうなのよ、みんなびっくりするほど安いって乗り気でね、合計7人になっちゃったわ。よかったですね、今回のビュッフェすごく美味しかったですし。うんが、ホテルビュッフェ最高よ。これが1980円なんて信じられないわ。このビュッフェは7980円ですよ。え？だから7980円ですけど。だってチラシ入ってたけど1980円でしょ。あ、それ私も見ました。それは15時から17時まで限定でデザートだけのビュッフェですよ。ガンガ、ホテルのディナービュッフェで1980円っていうのはなかなかないでしょうね。高級ホテルだとまずないと思いますよ。このホテルも普段は1万円以上のビュッフェしかやってないですし。だからいつもよりお得ってことなの？そうです、いつものビュッフェに比べてオマールエビとか一部のメニューがないけど、それでもこんなに値下がりするのってなかなかないから超お得ですよ。ふんがー、噴火した。わ
私みんなを1980円だって誘ったのよ。どうしよう。あらら、でもそれははっきり言って謝罪するしかないじゃないですか。それで出してもらうしかないでしょう。でもうちの親戚みんな神がかり的なケチなのよ。神がかり的？ホテルビュッフェがこんな値段とはありえないって、珍しく外食に出てきたの。どうしよう、私食われちゃうわ。いや、恐怖の表現よ。サキさんどうしよう。はっきり言うか、それか信代さんがおごるしかないじゃないですか。あ、私そろそろ家に到着するので、それではまた。ガフー。ホテルのレストラン前でヤッホーイフンガーとやられた時には逃げ出しそうになりました。同じ時間にビュッフェを利用するとはね。ただ席も離れていましたし、私たちは先に帰ったので特に大きな問題はありませんでした。しかし信代さんはビュッフェの値段を間違えていたらしく、どうなっちゃうんだろうと思っていたのですが、もうびっくりの展開が待ち受けていました。あ、信代さんがフンガーしてない？え、大丈夫ですか？生きてますか？聞いて。どうしたんですか？あの後親戚にすごく怒られちゃったのよ。私引っ越してくる前の町でもママ友に迷惑かけちゃって、いろいろ問題になっちゃってね。それで引っ越してきたのに、またこんなことしてるのかってみんなすごく怒るのよ。あ、前の町でも問題を起こしていたんですね。ちょっとね。はあ。それでね、今回はなんとか親戚が払ってくれたんだけど、私田舎に連れて行かれることになったのよ。え、信代さん一家またお引っ越しするんですか？それが私だけなの。夫と子供はこのまま生活を続けて、私だけ田舎に行ってしばらく落ち着きなさいって。あんまりだわ。家族と離れるなんて寂しすぎるわ。まあ、何とも問題を起こすのなら仕方ないのかな。やばい。うんがー！出た！私この町好きなのよ。みんなと離れたくないわ。親戚は多いし、サキさんみたいに優しいママ友さんも多いし。悲しいわ。いや、LINE だけど、信代さんの泣き声感ちゃんと出ててうまいな。サキさん！はい。うんがー！なるほど、さよならって言ってるのね。ああ、なんで私通訳できるようになってるのよ。こうして、田舎へと引っ越していった信代さんなのですが、やっぱりこの人はただものじゃありませんでした。うんがががー！お久しぶりですね。サキさん、やっぱりあなたはすごいわ。まあ、で、田舎はどうですか？それがね、限界集落みたいなところなんだけど、すごく居心地がいいのよ。ここでたくさん漬物を作って、インスタにあげたら結構バズったの。そしたらネット通販することになって、近くの温泉地も観光客が増えるし最高よ。え？本当ですか？そうなのよ。自給自足な生活に憧れるとかって話題になってね。今は観光館も建てて、結構観光客も来るようになったのよ。へえ。ほら、URL 送るから見て。あと、お野菜と漬物たくさん送るわ。ありがとうございます。人生捨てたもんじゃないわね。うんがこうして、なぜか田舎おこしに大成功した信代さん。後に大量のお野菜とお漬物が送られてきました。丁寧に育てられたお野菜はどれもみずみずしくってすっごく美味しい。それに信代さん、お漬物を作るのすごく上手なんですよね。ちなみにインスタを見たところ、ふんがーっと鼻息の荒い面白スタッフのいる観光館として人気を集めているみたいです。バズったのは信代さんのキャラの強さでしょうね。ここまで来るとあっぱれ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。